バルセロナ2日目の朝です。現在ね、朝の7時40分ぐらいです。今からね、グエル公園の方に向かいたいと思います。ちょうどね、後ろ朝焼けでね、このタイミングを狙ってきたんですけど、いい感じです。バルセロナのね、朝全然暗いですね、7時 でグエル公園は8時までに入れば入場料無料で入れるので、それまでに入っちゃえばね、その後8時過ぎてもお金払う必要ないです。なのでグエル公園に行く際は入場8時が最初にお金払わなきゃいけないので、その前に入るといいかもしれないです。はい、グエル公園に着きました。開園10分前ということでね、めちゃめちゃギリギリになっちゃったんですけど、無事無料で入ることができました。グエル公園奥まってるんで気をつけてください。開園の15分前ぐらいには着いてた方がいいかもしれないです。もう入場の準備始まってました。すごい朝焼けしてます。もう結構人集まってますね。この朝の時間帯が人が少なくていいらしいです。1984年にユネスコの世界遺産に登録されました。こちらもね、ガウディの作品になっております。ガウディとグエイ伯爵っていう方がおられたんですけれども、そのお二人が作り上げた夢の分譲住宅なんだそうです。ガウディの、ね、描き続けたガウディ建築の夢、それが叶ったのがこの分譲住宅グエル公園です。ところがこちらのグエル公園ですね、人々からの理解を得ることができず、なかなかね、買い手がつかなかったそうですね、こちらのグエル公園の住居は。そのためにグエル伯爵とガウディは手放すことになり、現在国の所有公園になっているそうです。至る所にガウディの建築模様が出ております。この湾曲、そしてこのね、こうガラクタを集めたようなモザイクアートのようなね、そういった壁、これがガウディ建築の特徴です。他にもね、いろいろなスポットがあるみたいなので回ってみたいと思います。まあね、今住んだらね、本当に綺麗で、毎日こんな朝焼けを見れたらね、とても幸せな生活が送れるのではないかといったような公園、それがグエル公園です。こちらの小屋はですね、グエル公園の入り口に立つ小屋になっております。こちらは砂糖をまぶしたタルトのお菓子のようだとサルバドール・ダリは評したそうです。左の方を向いていくと大階段が現れます。これがね、いわゆるグエル公園の入り口にあたる場所ですね。エントランスを入ってすぐに出てくるのがこの大階段、つまり私はですね、グエル公園の横から入場したことになっています。いきなりね、あの展望を見に行ってしまいました。こちらの2つの小屋、これがチケット売り場になっているようで、お菓子の家のようです。で、振り返るとこちらのね、大階段がありますね。今展望デッキの方は下を工事しているんでしょうか。この階段が有名なんですね。エントランスから見たグエル公園です。やっぱり正面に大階段が現れ、真ん中にトカゲがいますね。上の展望は朝焼けで照らされております。これはグエル公園でも有名なトカゲです。トカゲを表しているのかドラゴンを表しているのかっていうのは謎なんですけれども、よく見るとカエルのようにも見えます。これがね、グエル公園の泉を守っている守り神として置かれているそうです。これもモザイクアートのようにガウディの特徴が出てます。今回はグエイ伯爵とガウディの夢が作り上げた分譲住宅グエル邸に来ました。当時ガウディは同じ芸術センスを持つグエル伯爵の下で、自然と調和を目指した総合芸術を作り上げようとしたそうです。当時のバルセロナでは工業化が急速に進んでおり、この自然と芸術に囲まれる住宅は当時の人々にはなかなか理解されることはありませんでした。結局この土地の買い手はガウディ本人とグエイ伯爵のみだったそうです。グエイ伯爵が亡くなられた後は市の公園として寄付され、現在は世界遺産として登録されております。こちらのグエル公園、入場料に関しましては事前予約だと7ユーロ、当日券だと8ユーロとなります。
しかし営業時間外の早朝か夜間にグエル公園を訪れるとチケットなしで無料で入ることができます。無料で入った後にオープンしてもチケット代を払う必要はありません。私のおすすめは朝一で行くことをおすすめします。夜間はね、治安の面、そして街灯が少なかったので夜に行ってもね、グエル公園あまり楽しむことができないのではないかなと思いました。グエル公園の朝焼けは非常に綺麗で、なおかつ観光客の方々も少なかったので写真も撮り放題で、やはり入場開始時間前の朝焼けの時間を狙うのが一番いいかなと思いました。だいたい開園の30分前ぐらいが朝焼けのタイミングなので、その時間に行くといいと思います。次の動画ではサグラダファミリアに行きたいと思います。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。